東京福祉大学はこちらをご覧ください。ここでは大学の4つのキャンパスについて紹介されています。東京福祉大学のキャンパスはメインキャンパスである伊勢崎に池袋、名古屋、そして2014年には王子が加わり全部で4つ。学科や専攻によってキャンパスが異なりますが、例えば教育学部教育学科なら伊勢崎、池袋、名古屋3つのキャンパスで開校しているんです。自宅からアクセスしやすいキャンパスを選べるのは嬉しいポイントですね。受験をするときにキャンパスを選び、4年間同じキャンパスに通学できるこのシステムも東京福祉大学の特徴となっています。新設されたばかりの王子キャンパスは心理学部専用。2015年4月には新しい校舎も完成予定です。ここには一般の教室や図書館のほか、心理学部の勉強に欠かせないテスト室や心理学実験実習室が設置されます。最新の設備が整えられたピカピカのキャンパスで集中して勉強に励むことができますね。広大な敷地を持つ伊勢崎キャンパス、アクセス抜群の池袋キャンパス、歴史ある落ち着いた街に立つ王子キャンパス、名古屋の中心部に位置する名古屋キャンパス、自分に合った環境を選んでください。